します。よろしくお願いします。今日はですね、はい、とっても危険な芸を披露させていただきたいと思います。はい、まずこの筒の上に板を置きまして、その上にバランスを取りながら僕が立ちます。はい、そしてコンビ芸でございますので、僕の得意の皿回しを披露いたしまして、相方木下くんと言いますけども、木下くんの頭の上にお皿を乗せたいと思います。これができましたら大成功、盛大な拍手をお願いいたします。お願いします。まず木下くんがこの板の上に乗ることができましたら、皆さん盛大な拍手をお願いします。あ、いいですね。何ですか？そんなことするのすごいという大歓声をいただきました。誰も言うてませんでしたけどね。行きましょう。スッと行こう。はい、時間ないから。せーの、よっ。スッと、もうちょっと待って、スッと行こう。おっ、ちょっと待って定まらん。あれ、なんで行くよ。行けるか、大丈夫か。あ、行けました。さあ、それでは皿回しを披露いたします。行こう。ありがとうございます。皿回し一筋10年。頼むよ。テンポよく行こう。よいしょ。おい、10年やってきたんちゃうんかよ。頼むよ。はい、聞けた。さあ、それでは木下くん。何？これ2分経ったら真っ暗になるらしいで、うん、だとしたら早せえよ、お前もう時間ないやないか。行きます。乗りましたら皆さん盛大な拍手を僕にください。なんでお前だけやねん。せーの、頼むよ。ちょっと、うそやろ。いや、くんだ。いや、もう嘘やろ、なんでや。ちょっと背伸びしたやろ。乗るか。しゃがんで。いや、僕がしゃがむの。いや、もうしゃがんで、もう時間ない。嘘やろ。ありがとう。おしゃ、なんでや、お前どのタイミングだ。早押して、もう時間ないから。はい、足戻すとしんどいねん、これ。苦しい気持ちは一緒や。一緒ちゃうわ、お前と。ものすごく僕はしんどいねん、これ。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは乗せます。はい、のゆらさんといて。揺れんねん、もうこれ。はい、ありがとう。どうもありがとうございます。以上、モンブランでした。どうもありがとうございました。